こんにちは。ざっとセットしましたけど、さすがやね、キャンピングカー。すごいな、すごいな。釣った魚とイカでキャンプです。キャンプ、はい。で、今回は昨日釣った南洋貝割り、貝割りと、はい、イカとコウイカ、コウイカとアオリイカを使って、チヂミ、チヂミ、おっしゃ、海鮮チヂミってやつね。はい、もう朝食と昼飯一緒ですね。一緒です、はい、一緒にしちゃいます。おあとちょっとね、あ、そっか、刺身と、あ、何でしたっけ、鬼じゃなくて、イソゴンベイソゴンベを、あれも味噌汁、味噌汁にしましょう。はい、じゃあやっていきますか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。と、天ぷらも作るからね。あ、いいっすね、さすが。はい、これがコウイカ、コウイカとアオリイカ、アオリイカ、こちらが貝割りと、貝割り、イソゴンベ、イソゴンベ。ぶっちゃけ、何から手つけていいか、まず測らないと。じゃあ、さばかないと始まらないですよ。さばきますか。そうですね、うん、じゃあ先に南洋貝割り、貝割りやろうから、釣った順からすっか。南洋貝割り、まあ懐かしいな、こいつ。貝割り、貝割り、今回はチヂミなんで、うん、結構ぶつ切りにしとけば、なんかそうね、なんとかなりそうなんで。あだあ、うろこ、うろこすら入るね。うろこやばいね、これ。うわ、網がしっかりしてる、うん。朝釣ったブリ、ブリも持って帰って、持って帰って調理しようかな。はいよ、はい、はい、オッケー、オッケー、はい、貝割り3枚おろせました。オッケー、これアバラ取り、はい、見て、身綺麗でしょ、宗男さん。お、ほんとやね。最後に取っていきます。海鮮チヂミになるんですかね、今回は。うん、まあ、こういうのチヂミの粉がありますからね、はい、買ってまいりましたので、はい、それでやっていきましょう。はい、皮引いていきます。はい、皮引き、でもな、これ皮がしっかりしてるからね、やりやすい。うん、ほい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 、じゃあ次は、せーの、ポン、オッケー、はい、その紙皿ぐらいでしょ。はい、はい、それですかね。はい、ぽい、結構量ありますよ。うん、あるね、うん、これはよ。あ、これさ、ジップロック入れてさ、持って帰る、持って帰る、じゃあ持って帰ろうよ、ユライさん。お願いしますよ。そして、じゃあ釣れた順で言うと、このイソゴンベ、イソゴンベ、変な顔、ちょっとベラ入ってる、誰だや、変な顔、これ誰、これだや、変な顔、なんか似てる、似てる。ちょっと鱗取ります、ね、うん、さあ、はい、じゃあもう粉を入れておきますか。はい、もう粉 140g、 この1袋ですね、はい、と 200cc のお水でございます。入れます。はい、お好み焼きみたいな感じなんですかね。そうだろうね。オッケー、イソゴンベ、はい、イソゴンベ、イソゴンベね、すんごい、さっきの匂いが出てくる、枝の匂いが、あー、臭いわけね。お湯入れとっていいか。よし、はい、イソゴンベ、はい、出汁とっても出汁、はい、はい、出汁取ります。はい、じゃあイカをさばいていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ます、あおり、あおり、これがまあでかいんだ。とりあえずバラしますね。はい、でかすぎん。いや、でかいよ。普通にそれさ、今日イカ天食べ放題っすよ、うん、でも今日の夜これ以上のものをちょっと狙いに。そうなの、ね、はい、うん、ちょっとデビルをね、ちょっと頑張ろう。炭袋太っ、太っ、はい、もうそれだ。いや、もうフリフリやん、もうそんな無料さ。はい、大量や。ほら、はい、こんな溜め込んでるよ。これやばいね。これ中、ほら、あ、危ないよ。これは危ないよ。これ捨てるときはここ結んで捨てやってる。はい、そこが肝でございます。はい、はい、ナイス肝、ナイス肝。じゃあ天ぷら粉を作りようかな。あ、そうか、天ぷら粉も作んないとですね。で、ゲソ、ゲソの一番長い部分は落とします。はい、はい、ゲソ野郎、ゲソ野郎でございます。ほいと、さあ、本体も分厚いぞ、これマジで。よし、来たよいしょ、行け、オーケー、エンペーラー。宗男さん、これどうですか。お、もうだいぶいいっすね。アク取りますか。アク取って、あと味噌入れるだけですか。そうですね。おお、よし、アクを取っていきます。はい、じゃあ味噌入れていきます。はい、
とこっちはイカ、エンペラ処理。エンペラ。はい、イカ、香りオッケー。かゆい手がなんか。と、お味噌汁もすっげえ油。え、これ魚から？ありますよ、コイカ。あ、コイカもあんのか。あ、魚雷さん、コイカ好きって言うな。なんか言ったですよね。言いよった、もう。なんか釣り行くたんびにもう、二言目にはコイカって。コイカって。持って帰りますか、じゃあ。あ、トクちゃんも好きって言ってた、コイカ。あ、言ってた。よし、持って帰ろう。じゃあ、こちらはお土産として、はい、お土産として、はい。お土産になりました。いや、食べたかったね。ね。さあ、イカをどのサイズ、うん、どんくらいのサイズ？天ぷら用と縮み用。縮み用はどんくらいだろう。半分天ぷら、半分縮みで。縮みで。すげえ。ナタテココみたい。全部ひついてる。めちゃめちゃひついてるやん。一回なんか横に薄く切っても良さそうやん。マジだよね。オッケー。はい、天ぷら用で。天ぷら用。チヂミ用。要はこんくらいよね。こんな感じで。こんくらい。でもいいんじゃない？あ、こんくらい。ああ、全然それでいく。オッケー。行こうそれで。バラ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 。はい、チヂミ用。じゃあこれイカ卵を擦りますか、うん、あ、そうですな。イカ卵は細く切るか、限りなく細く、細くしたところで分厚いから。はい、完成。はい、あ、完成じゃないわ、まだ肝。イカ肝天ぷら。うわっ、うわっ、肝。これはこれは、はいはい、と、天ぷら、天ぷら、たっぷり天ぷら。よいしょ、よいしょ。あとゲソやろう。ゲソやろう。見て、ゲソ1本ずつだよ、ほら。はい、ゲソ。はい、ゲソ。で、あと魚か。カイワリ野郎。カイワリ野郎は、チヂミ。チヂミ。こんな感じね。良さそう。ちょっとカイワリのお刺身を。カイワリお刺身。いきます。せーの、よいしょ。いいっすね。いいっすね。いいっすね。いいっすよ。いいんですよ。さあ、いいっすね。はい、チヂミ揚げていくか。腹減った。さあ、ちょっと揚げていきますよ。はい。はい、あ、うわー、うまそうな匂いがする。もう。はい、天ぷら。天ぷら。よいしょ。ちょっと待って、めっちゃ美味しそうなんですけど。うん、超うまそう。じゃあ残りはね、やっていきますよ。残り俺やっていきます。怪しい。大丈夫？大丈夫？ハハ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 。はい、以上。殻入れたらダメですよ。オーケー。大変なことになりますよ。殻入れたらダメですよ、宗男さん。さあ、やってますよね。よいしょ。あなんで手離したんですか。なんで手離したんですか。間違おうた。さあ、これ混ぜていきます。よいしょ。よし。よし。これでベース完成と。はい、じゃあこれにつけて天ぷらを揚げていきましょう。おい。そこは気づいたぞ。で、ニラ。はい、ニラいきます。はい、ドバッと入れましょう。ドバッと、よいしょ。でーん、でーんと。魚、イカ、はい、これも縮み用ですね。はい、カイワリ用と、カイワリ用とイカ用です。さあ、入った。はい、あー、イエス。なんて言うたらいいの。あ、イエスって言うよかった。じゃあ油敷きます。はい、油を敷きます。熱い。薄めに焼いた方がいいんですかね。あー、薄めが美味しそうだよね。なんか、いきます。はい、うわ、よいしょ。さあ、もうあとはこれ縮めが焼けたら完成ですもんね。そうですね。これもうワンセットできます。あ、これ、はい、ね、塩を使う。あ、バチが当たった。バチッ。あー、フライ返しがなくなったんですか。フライ返しがなくなったんですか。ホットケーキの時多分あったんだよ。それいけますよ。それはあのカレーも救えますし、ご飯も救えます。万能トング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 でいきますか。はい、じゃあいけますね。いけますか。いけます。
行きます行きます行きます。はい。うわー！引っかかったぞ。あ、こうしましょう。行きます。はい。よいしょー！よいしょー！よいしょー！ポッ！さあ、縮みどうですか？切りますか？もうそろそろいいかなと思っとるけど、うん、よし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 よいしょ。おー！うまそう。うまそうっすね。ねえ、ちょっとこれを切りますぞ、はい、よお、お抜けてるか？これ縮みやのか？よし、乗せますね。はい、やったよ。いしょー、パーティーパーティー、イエーパーティー、イエー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 、はい、オッケーオッケー、よっしゃ、じゃあ食べていきますか。はい、食べていきますか。さあ、完成しました。完成しました。はい、わーい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 。というわけで、はい、これがイカの天ぷら、イカの天ぷら、はい、はい、と、これがイカの卵黄、卵黄と、南洋かいわりの刺身と、南洋かいわりとイカの海鮮チヂミでございます。と、これが何だったっけ、イソボンベ、イソボンゴンベの味噌汁はいはい、はい、じゃあいただきますか。いただきますか。はい、じゃあ今日なったって何も食べてない、うん、いただきます。いただきます。いただきます。やっと飯だちょっとイカ天食おう。イカ天が一番美味しかったの。これはちょっと待って、イカ天食おう、イカ天いただきます。パーティーですな、はい、イカ天パーティー、イカ天パーティー、いただきます。いただきます。弾力というか分厚くてうまい。うんまっ。うん、あ、たまらん。うわイカ天美味しい、うん、昨日お腹空いてきた。ちょっとプッシュ加工しとく。ちょっと我慢できん。おいおいおいお疲れ様です。おいすいません。自然とこの後の運転も目をさうまそうやな。縮み、縮みっていいですか。縮み、うん、いきますか、うん、ここのタレにつけて。もう見た目はね、縮みなんですよ。うん、縮みいける。よいしょ。俺もいただきます。はい、うん、うま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 これ何や。うん、めっちゃうまいや。うん、南洋かいわりもちゃんと味しますね。ね、うまっ。しじみだ。南洋かいわり、かいわり、うん、かいわり刺しもうまいからね。これ油すげ、あ、めっちゃ乗ってる。すげえ油。うん、じゃあ最後にイカ、イカぐちゅぐちゅしましょう。ちょっと高宮醤油だれを持ってくんだ。忘れたんだ、すまん。この前ね、あのピリ辛でやったらね、うまかったっちゃうね。あー、そう、うまそうやった、あれ、うん、めっちゃうまかった。混ぜますよ。はい、お願いします。あー、これはね、これはもう間違いないから。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。イカ卵黄です。いただきます。いただきます。うまい、あ、うまい、うまい、これは間違いないな、うん、これはもう何も言わんでよか。うまい。味噌汁もすすっとこうかな。おーい、ち直でいくんかい。あー、薄い。うそ。違う、醤油とか汁気のあるもんさ。これ最初やった。いや、浅げっす。うん、浅げ。おお、取れた、取れた。うん、大きい味噌ボンベ。なんか味ないな、うん、根魚っちゅうかベラ。ほんとだ、味抜けてるのかな。いや、抜けないよな。根魚だったら抜けないもんね、うん、結構パサパサしてる。そして、うん、なんかベラっぽいよね。ほんとにこれに関しては普通だ。普通、普通、うん、じゃあこの後も、うん、お風呂入って。そうね、温泉入って一、ね、回寝て、寝て夜に、夜の、はい、イカデビル、はい、イカデビル、イカデビルに挑戦しましょうかね。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。